で、海外進出、まあ、食品メーカーのですね、海外進出している企業のランキングということで、結構ですね、食品メーカーについて聞かれたりするんですよね。まあ、やっぱりですね、食品メーカーはですね、進出のポイントとか成功の要因が、いろいろランキング見てるとですね、明らかになってきますね。まあ、食文化への適用とかですね、現地のパートナーシップの構築などが、その成功に貢献してたりしますね。まあ、食品メーカーの、海外進出のポイントなんですけれども、やっぱりですね、市場調査と現地需要の把握ですよね。何より重要なのは。まあ、消費者の好みとか需要の、傾向を理解するっていうことが何より大事ですよね。まあ、自社の製品をですね、適切にマーケットに合わせるっていうことですね。あとは、まあ、現地の人とのパートナーシップの構築ですね。法規制の遵守ももちろん重要になってきます。日本と違う法律がやっぱりありますし、あとブランド戦略もですね、日本とはまた違う。